鹿児島、宮崎県境国道223号は、宮崎県小林市から鹿児島県霧島市に至る一般国道である。宮崎県小林市の中心市街地を走る国道221号、国道268号公転から霧島山の登録から南麓にかけて周回し、南下して鹿児島湾に到達して国道10号公転とを結ぶ。 延長7 0 3キロメートルの一般国道の路線で、主な通過地は、宮崎県西諸方郡高原町、都の城市、鹿児島県霧島市霧島田口、牧園町高地保、牧園町宿久,久保田、早戸町、最高寺である。起点から高原町の高原町二本松交差点まで、国道221号と重複する。高地保霧島神宮、 霧島温泉郷、妙見温泉、日向山温泉などの観光地を縫うように結ぶため、地元では観光道路と呼ばれる。霧島神宮の門前町付近を走る霧島市、霧島田口の 1.3km 区間は、新域霧島の観光道路として、1987年8月10日に、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されている。鹿児島県においては国立公園と新域という環境に配慮した地域の道路づくりが行われている。一般国道の路線を指定する政令に基づく起終点及び経過値は次の通り。政令上の終点は鹿児島県姶良郡早戸町となっているが合併に伴い、 2005年11月7日以降は霧島市となっている。霧島付近では、鹿児島県下でもある宮山霧島や、楓を道路の切り取りのり面に配したり、沿道に植栽するなど、国立公園霧島の観光に訪れる人々を意識した環境づくりが行われている。国道223号から見る丸尾の滝霧島役国立公園にも指定された。 霧島周辺の沿線には霧島温泉郷など見どころが多く、高原の道路であるが、アップダウンは少ない。アマテラス大臣の孫にあたるニニギの御事を祀る神社として知られる霧島神宮より、伊藤は霧島連山の手法である高千穂峰の山六部の森の中を周遊し、霧島神宮から霧島温泉までの間は桜島も展望できる、眺めの良いルートで知られる。 橋梁トンネル、ありがとうございます。